暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です。助手の鳴子です。中川拓弁護人の自称完璧な書面の時間がやってきてしまいました。谷谷さんのこれらの訴訟ですね。訴訟対象ついは他にももっとある。何かありました？まず期日報告からいくね。裁判官、被告準備書面1の被告の主張部分が法的にどのような主張に当たるのか被告側で一度整理してほしい。内容を見ると真実性、真実相当性の抗弁のように見える。中川拓、今回の準備書面だけで20ページを超えてしまったので一度原告側で反論してもらってからの方が進行としてはいいのではないか。裁判官、裁判所としては先に被告側で主張を整理いただいた方が良いと考えている。原告代理人、異論ない。というわけで中川拓弁護士の主張が法的にどういうものか整理して出し直すことになりました。なるほどですね。素人的には弁護士の書面というのは法的にどういうものか最初から整理して出すものだと思うのですが、再整理が必要なケースもあるんですね。なおこれは撤回再提出版なので次回出てくる整理版は再提出版ですね。次が伝説の白紙2回からの本気ですかね。知らない。というわけで今ある書面というのは整理し直して再提出される予定の書面なんで見なくていいかなって思う。ひどっぴ。ちょっと見たけど見る気なくすんだもん。公然性について、被告のフォロワー数が3000人近い数であったかは不知、2000人は超えていたと思われるが3000人近い数であったかは記憶にない。フォロワーが2000か3000かってのでなんか変化するんですかね。知らない。首をかしげざるを得ない。なんすかその言い回し。首をかしげざるを得ない。なるほどですね。なかなか詩的で美しい言い回しですね。暇な人は本人訴訟らしい。弁護団なんか嘘やろという私の予想通りだと書いているのみであり、原告が寒波募集のために弁護団に依頼をしている旨虚偽を述べたのだなどという文にはどこからも読み取れない。マジで解説する気失せるんだけど。首をかしげざるを得ない。これはバズってないから解釈はこう、名誉毀損なセンセーショナルな内容ならバズってるはずだから、ほら見てバズってない、嫉妬と言いたいらしい。これ本当に弁護士の書面ですか？これまで見てきたのと違いすぎるんですけど。この程度で驚いちゃダメだよ。で、裁判費用のカンパに1億円以上の資金が集まるなどということは考えられない。常識に照らせばそのようなことが起こるはずがない。これは話の辻褄を合わせるための作り話と考えるのが合理的である。わ、まあ見る気なくすでしょ。これはしょうがないかも。ここから先は読んでないので知りません。出し直しらしいし、興味があったら読んでみてください。逆に大蔵の人にはおすすめかもしれません。書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。 YouTube とノートの売り上げは探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。